はい、皆さんこんにちは、ワナルゲルフィディッシュです。今回はステラリスガンダムモッド続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、プレイ早々サイド3、いわゆるジオンを支配下に、特に何もすることなく収めてですね、現状敵対勢力と呼ばれるような勢力はないというところなので、地球連邦として支配権をどんどん広げていっているというところと、来たるべき外敵に備えてですね、ガンダム開発計画を進めているというところになります。では早速続きをプレイしていきましょう。少しですね、その支配権の獲得のスピードが遅いかなというところなので、この先少しペースアップをしていければいいかなというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。とその前にだ、いくつかあるので、失業中のポップ、確かに失業中のポップがいるけど、特にどうしようかな。鉱物資源が全く足りてないので、もう少し待ちましょう。鉱物資源が経ってくるの、ここもそうですね、ちょっと機能していないものがいくつかあるので、こういうところにも人を優先的に配置していきましょうか。であと選挙だな。どうする、どこを支持するかっていう話だけど、今のところ一番支持率が高そうな、アレックスのパイロット、マッケンシーじゃなくて何でしたっけ、ちょっと名前がど忘れしちゃいましたけど、彼を、じゃあ、いや彼女を支援しよう。これで当選してくれれば御の字かな。基本的にアノマリーは優先的にやっていきましょう。失敗リスクが 50% もあるけどね。建設完了したで。ああ、エネルギーが赤字か。じゃあちょっとエネルギーも少し優先的にやってあげないといけなそうだな。エネルギーが早速ここ自由弁で取れるんで、自由弁でプラスに変えてあげましょうか。このね、星系の研究系は容赦なくというか、ガンガンというか進めていっちゃいましょう。でこの後はどんどん星系調査を加えていきたいので、星系調査を入れていきましょう。鉱物資源をもうちょっと増やしていきたいので、鉱物資源優先で取れる場所に人というか建設船と調査船をどんどん派遣していきましょう。ワームホールか、これは制御するのにまだ技術力が足りないって感じになっちゃってますね。
と待ってね。今そうすると、いや、リソースが足りなすぎるな。影響力を駆使していかないとダメか。となるとちょっともったいないので、ここで360にある今のうちに。マイニングステーションズアユーズドエクストラクトミネラルズアンドストラテジックリソースズオフィオブジェクトデイオーベット。宇宙基地を作っちゃいましょう。で、どん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 調査船の方は調査を広げていきましょう。Technology screen is where we will be directing our research efforts. Technologies are categorized into three different fields, with each field typically having three. 研究入れときますか。で、あとは調査船だよね。調査船の一つは、まあ、優先的にスペシャルプロジェクトにアサインしていきますか。で、スペシャルプロジェクトがないときは、整形調査を入れていきましょう。核融合炉ができたので次ですね。エネルギー最大値増やすとかいろいろあるけど、まあここは改良リアクターブースターかな。新しい政治勢力が誕生した感じになってるけど、ちょっと影響力も足りてきてないかな。影響力今39プラス4という感じになっちゃってるんで、そうなるとポップ、空いているポップがあるよっていうところがあったと思うので、そこに勇敢ウィークを採用する。細くていいかな。調査速度が上がるということなので、調査速度を上げていきましょうという施策を取りますと。で、失業中のポップがいるよって話だったんで、ここに農業地区を作ってリンゴを増やしましょう。で、稼働していないポップがあるよというところはどうするかといってね、シャア大佐を動かしたりするのももったいないんで、まあ、ここはポップが建設できるようになるのを待ちましょう。ポップもね、どうやら人工ポップもありそうなので、まあ、場合によっては人工のポップも使っていく必要があるのかなというところですね。異星人援助委員会団、なかなか乱立してきてるな。地球圏に戻ってちょっと遠征軍の増強を図りましょうか。今だと遠征軍はボールが2、ガンタンクが1なんで、一つずつ増強しましょう。ボールとガンタンク、まあ、ただちょっとガンタンクが今作れるね。これでいいかな。ちょっと鉱物資源がきついかなという感じがするけど、宇宙海賊メリーマーローダーがシリウス星系近辺でバッコしているというわけだな。
まあ、これは第一遠征艦隊がいつでも出撃できるような体制にやっぱりしておいて正解でしたね。艦隊補足しょうがない。じゃあ早速第一沿線艦隊を差し向けましょう。まあ十分に戦力的には勝てる戦力があるかなと思うので、まあほっといても勝てるでしょう。まあ艦隊初の艦隊戦だから見とく。そしたらやっぱりなんかあっという間に決着がつきそうだけど、まだ味方の艦隊は到着してない。お、やっと来たな。あっという間に決着つけたね。いやこれ大尉じゃないか、バニング大尉じゃないか。バニング大尉が海賊を行ってるのか、なんとも微妙な感じだな。で傷ついた艦隊は一旦戻しましょうというところですね。で建設船は宇宙基地を作ってしまって、やっぱりもうちょっと速いスピードで鉱物資源は欲しいかなっていうところですかね。領域を広げるのを優先してそこで鉱物資源を獲得するか、もうすでにある惑星内に、あるいは居住地区内に施設を建てていくかっていうのは少し悩ましいですね。まあリンゴ、まあ食料はしばらく申し分ないので、あとはやっぱり鉱物資源かな。艦隊の修理は完了と。でボールが3、ガンタンクが2っていう状態になったので、まあ一旦はこれでいいかな。ガンキャノンを早く研究したいかなというぐらいかな。建設完了したで。アノマリーを発見したで。影響力だな、影響力がちょっと足りないか。研究完了したで。影響力をもうちょっとねバリバリ欲しいところなんですけど、さてと、そうするとどうする。駆逐艦をアンロックできる。駆逐艦だな、駆逐艦、駆逐艦欲しい。ガンダムだと駆逐艦ってどれが駆逐艦って言われると、これが駆逐艦っていうのはあんまりないかもしれないですね。無罪も T
軽巡洋艦ですよね、クラス的には。だから駆逐艦っていうクラスがどのクラスかと言われるとちょっと微妙だよな。またエネルギーが少しマイナス傾向に入ってきてるので、これをちょっとクリアにしていきましょうか。ファクションスクリーン gives an overview of the populace's political leanings. Be aware that shifts in the socio-political climate may give rise to factions. Details on faction sizes, attractiveness to our pops, and how content they are.いやー、どうする、影響力使っていきたいから自由市民機構でも支援しとく。これで派閥の支持が得られればさらにプラスの効果が得られるというのであれば悪くないですからね。それにしても影響力がなかなか上がってこないですね。となるとやっぱりここで待ってるよりかは資源、鉱物資源を有効に使えるような地表に施設を建てていくっていう方が、まあ、案外早かったりするかもしれないかなっていう感じかな。エネルギー信号受信。We have discovered a primitive civilization.異星文明を発見か。なんかついに。ジオン以外の外的勢力と遭遇することになるんだな。で、ちょっと研究施設を建てましょうというのがありましたけど、研究施設をじゃあ立てていきますか。いや、観測地点か、観測地点。ここにじゃあ観測拠点を建てましょう。サイファーで合ってる？だ、この辺りも結構魅力だよな。ダイアデムとかで。そうすると建設船1個、採掘ステーションの建設が終わったら、ここに観測拠点を建設するためにドアム川へと進出しますか。いや、なかなか建設船が集まってこないなっていうところと影響力だね。そしたらここは採掘ステーションをバリバリ立てていきましょう。建設完了したで。
さあ失業中のポップさんのところにじゃあ人を配置していく、いや物を配置していく、どうしようかな。研究施設悪くないけど、今だと宇宙採掘米、いやでもちょっともったいないといえばもったいないしな。なんともな感じですね。どうしよう、ちょっと一旦見送るか。どうしてもね影響力が足りなくて、これ以上スピーディーに影響力というかね、その領有を広げていくことができない状態になっているので、自力を他の方法でつけていく必要があるんですよね。となると地表への投資になるな。やっぱりちょっと地球圏に入って、まず地球からもう一度確認していきましょう。まあ、ここは人は一応入っている。稼働していない建物のところに人を入れたいけど、人はそもそもいない。じゃあサイド1から見ていこうか。サイド1、ここ何にも起きてないもんね。こことかサイド1に建設していくしかないか。じゃあ何を建設するかなんですが、今一番欲しいのはやっぱり鉱物資源なので、宇宙最高米、これを建てよう。んでさらにここにも宇宙採掘米建てる。維持費はかかるけど、オットー艦長ですよねこれ。オットー艦長、ただここにはポップがいないので、サイド1サイド6の開発は一旦これで終わりにしましょう。でエネルギーがないよと言ってくるであろう状態なので、エネルギーとリンゴ、まあ食料はプラス傾向にあって、足りないのがやっぱりこのままいくと影響力だな。影響力だけどうしても増えていかないというのがあるので、ここはちょっと時間をかけてやっていくしかないかな。このダイヤデム欲しいよな。ダイヤデム、ダイヤデムさえ取れればそれこそだいぶ楽になるんじゃないかなって気がするんだけど、敵艦隊観測か研究支援、これは入れておきましょう。第一艦隊を向かわせましょう。
そうか、リーダーを新しく雇わなきゃいけないんだな。ここバーニング隊員にしよう、バーニング隊員。さあ、敵の艦隊は、ああちょっと強くなってるな。263にまで増えてますね、敵の艦隊が。宇宙基地を攻撃してきている。まあ、ここは難なく撃破でいいのかな。未来さんが海賊やってるの、未来さんが海賊やってるのか。なんとも微妙だな。また艦隊は修復しておきましょう。サイプレックスの戦闘隊の残骸が2体か。いやー、戦闘がちょっとずつ起き始めてるので、まあ要注意だな。どうにもこうにも。影響力が足りなくてなかなかうまく進まないですね。アセンションパーク、これどれを取得していくかですが、技術的卓越が一番いいかな。緊急速度がプラス 10% ですもんね。いやでも待って、これ宇宙基地建設の影響力コストマイナス20もでかいな。いや今はこれを優先しよう、これが先に欲しい。次元式のプロジェクト、これはブランズスターね。ブランズスターここか。これ他の何よりも優先させよう。ここは遺伝子研究にしておいて、お、これいいじゃん、アサルトキャリアティターンズの技術。エマさんには艦船タイプアサルトキャリアを研究してもらおう。敵艦隊がシリウス星系近辺にいるんだな。確かにシリウスに海賊の拠点があるって話でしたもんね。そしたら造船所では駆逐艦を作っていきたいので、艦船の設計を行っちゃいましょう。New hull sizes and components will be unlocked as we research new technologies. まだあれ？あの駆逐艦はアンロックされてないかな。コルペットにボールガンタンクしかないですもんね。もうちょっと待ちましょう。本当にっていうのは技術3で確認。ああ、駆逐艦まだ研究中だな。少し時間がかかりそうですね、これを完了するには。で、影響力を使えるようになっているはずなので、ここで宇宙基地を建てよう。敵艦隊を捕捉した。また敵艦隊？いやー、なかなか敵艦隊との遭遇率が上がってきてるな。艦隊をじゃあ出しましょう。
ブランズスターのところに艦隊を駐留させて、その間に一度このブランズスターのレゲン式の研究をやっちゃおう。で、そうしてるうちに第一遠征艦隊が到着すると思うので、第一遠征艦隊で撃破。第一遠征艦隊が駐留している間に、ここの時限式のプロジェクトをやっちゃいましょうか。オートキャノン、イオンスラスターなどなどと。これをじゃあ、デブリから対応していくってことだな。ローカルセレブリティティード。まあ、ここは、シェイムしとく？今はどうしても、影響力が欲しいので。で、サイフまで進んで、ここで観測拠点を作っちゃいましょうか。ダイヤでも欲しいよな。永遠の地平線。ここがなんか近づかない方が良さそうだし。じゃあ、久しぶりというところなんですけど、立てていきましょう。研究施設。いや、宇宙最高米だな。ここ、宇宙最高米。基本的にはもう宇宙最高米をどんどん作っていこう。サイド4も結構余ってんだな。サイド4はどうする？ここも宇宙最高米。基本的にはもう宇宙最高米をガンガン出てて、鉱物資源の獲得量を増やしていきましょうか。建設完了したで。いや、このダイアデムって結構いいよな。
調査完了したで。建設船をもうちょっと増やしていく？そしたらそろそろ。それともやっぱり地表に物を建てていくのを優先するか、ちょっと迷うな。この辺りセオリーが多分あるんだと思うんですけどね。ちょっと艦隊というか、その建設艦とかの移動の効率化が悪くて無駄に時間を食っちゃってるところは、もう少し頭を使っていきたいな。デブリ分析完了したで。よし、ブランズスターの一つは終わったね。もう一つをやっちゃおう。建設完了したで。しばらくはこっち方面、ちょっと不毛の場所の雰囲気がありますが、この辺りを中心にやることをやっていく。じゃあ、やっぱダイヤでも美味しいよね、資源的には。で、研究の方はというと、もうちょっと全体的に時間はかかりそうかな。20ヶ月とかで、ね、そんくらいの期間を見ておく必要があるのかなっていう状態ですね。そうなるとちょっと気になるところで言うと、このティターンズ製のアサルトキャリア、これさっさと見たいよな。
あとでも73ヶ月。まあ、それなりにやっぱりかかるんだよね。たら第一遠征艦隊まだ増強可能なので、ここにボールをもう一隻一機、どっちの表現の方がいいんだろう、同じ艦船扱いになってるので微妙ですけど、ボールを増強しておいて、であと地球圏に戻って、地球圏で大型の施設をちょっと検討していきますか。そしたら建設完了したで、建設完了したで、じゃあ観測拠点を作りましょう。原始的種族がいるという場所で、でせっかくなんで地球圏に戻って地球で調査船を、もういや建設調査船が先かどっちにする、いや両方作ろう、建設船コロニー船両方作っちゃおう、初の入植をしよう、宇宙は新たな時代へと向かうと。まあ、当選確率が高いマッキンジーにしとく、もう一回支援しとこう、50使ってでも。我々の艦隊司令長官でしたからね、昔は。でコロニー船と建設船がそれぞれ出来上がるので、建設船が出来上がったら、その建設船を使ってしらみつぶしにしていこう。Our new observation post has come online, and its staff has begun studying the primitive civilization on the planet below. ちょっと効率悪すぎるな。こっちは右上の方に進んで、宇宙基地作りたいけど宇宙基地作る影響力が足りないか。じゃあ地道に近くで採掘ステーション、研究ステーションを作っていきましょう。お、再選されたね。研究完了したで。
さて、じゃあ、フラウボーには続いて、防衛軍のダメージ、プラス33。建設完了したで。入れておきましょうか。じゃあちょっとね、時間が長くなってきましたので、一旦ここまでにして、次回ですね、この続きをプレイしていきましょうか。ちょっと思ったより、地球連邦の領土を広げられなかったのが残念ですが、次回はガンダムの開発計画をね、さらに急いでいきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。